どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回からマリオカート8デラックスの実況をやっていきたいと思います。はい、まあ、以前にもね、1回ほど直撮りでやったことあったんですけど、まあ、本格的にね、ちょっと今後定期的にやっていこうかなと思ってます。今日は初回からロゼッタということで、いや、いいんじゃないでしょうか。で、行きましょう。で、今回なんですけど、まあ、初回なんでね、グランプリの方やっていきます。 150cc でね、軽く僕のね、実力を見せていけたらなと思います。ってことで、キャラクターなんですけど、カロン使っていきます。まあ、カロンがね、僕は DS 時代からもうカロン使いの宮の輪と言われてるくらいのカロン使いなので、まあ、カロン使っていきます。で、コースはどこにしようかな。ここかな、フラワーカップ。まあ、キノピオハーパー好きなんで、ここでやっていきましょう。で、今回ちょっとね、あの、制限を設けます。うん、まあ、僕割とマリオカートに自信があるので、まあ、ちょっと一周遅れでスタートしようかなと思っております。まあ、一周遅れでね、1位を取ることを目標に初回はやっていきたいと思います。行きましょう。でも実際久しぶりなんでね、いってらっしゃい。まあ、だいぶね、なまってると思います。でも、まあ、実況でやるのはもちろんこれが初なんですけど、実際に僕がマリオカートやるのも半年ぶりくらいだと思うので、まあ、その辺のね、なまりも思い出せていけたらなと思います。さあ、なので一周遅れなので回ってくるのを待ちます。いやー、暇だね、こういう時間。連れ去られた。あ、ってことで来たんじゃない。1位の方が来ましたね。クッパ、あ、骨骨クッパですね。行きましょう。こいつを抜かします。こっからね、でも一周差遅れなんて余裕余裕。あ、やばい、なまりがだいぶなまってますね。さあ、ではとりあえずキラーを使って差を縮めていく。サンダーも出る、いいんじゃないでしょうか。アイテムにも恵まれています。これでもあれだよね、マリオカート8デラックス全体マップが見れないのがちょっと不便かな。さあ、そんなこと言ってる間に、もう一周しましたね。早いな。てか、これなら余裕でしょ。もう一周です。そこからどれだけ詰めていけるかがポイントになってくる。あー、キラー出るね。いや、アイテムに頼ってばっかりだな、ちょっと。実力動向の前に。まあまあ、アイテムも実力のうちって言いますからね、マリオカートは。さあ、この調子で詰めていきたい。さあ、7位がまだ見えてますんね。ああ、いるね。いるよ。さあ、1人抜かした。7位じゃない、11位だね。12人なんで。さあ、ってことで、スターも使っていく。10位。さあ、徐々に順位を上げていく宮野は。いや、スター使うところ間違えたな、てか。取っとけばよかった。あー、固まってますね、ここ。団子で抜かし、ごぼう抜き。そして4位。あー、もう1位がいる。余裕じゃん、余裕じゃん。いや、まだわかんないよ、でも。こっからが、難しいところかもしれない。さあ、この1個キノコを使うところが、重要になってくる。このキノコ1個でね、面を分けるかもしれない。さあ、アイテムを取ってラストスパート。いや、これはいけるんじゃないか、でもさすがに。このバックフラワーにも気をつけーの、ラスト直線。余裕じゃないでしょうか。後ろを見る余裕があったね。ってことで、余裕の最下位からの1位です。いや、まあ、これがね、僕の実力にかかれば、まあ、余裕じゃないかなと思います。ブランクあれどね。うん、最下位からの1位成功でございます。まだわかんないから、でも残りね、3レースも全て最下位から1位を取ってこそね、大成功って言えますから。残り3つやっていきましょう。さて、ここで、いってらっしゃい。この時間が一番どうしようもないよね。キノピオに挨拶しようかな。色によってキノピオの名前って違うのかな。あはは、跳ねてますね、ここで。いや、ベイスターズカラーでいいですね。元気がよろしい。そして、こっちは、あー、手振ってますね。かわいいですね。黄色キノピオ。黄色ピンの影響。あー、かわいい。さあ、では緑の方にも挨拶していこう。あー、いいね。かわいい、かわいい。さあ、てことで、そんなことしてる間に、そろそろ来るんじゃないか。いや、でもこのコース、多分、マリオカート8デラックスの中だったら一番好きじゃないかな、僕。うん、このコース。まあ、あの、サンシャイン空港だっけ、あの、飛行機のところといい勝負。ってことで、来ましたね。あ、今回も1位は、骨クッパと、何、体当たりするのがお決まりなのかな。まあ、コブみたいなもんですからね、この骨クッパのカロンは。また巻き返していきましょう。キラーですね、間違えた。DS の癖でね、X を押す癖がある。ここでもだいぶ長いんでね、このコース。さっきよりはちょっと難易度上がってると思う。1位になるのね。さあ、列車を破壊し2のアイテムを取りのジャンプの、いやー、ここはやっぱ景色いいな。普通に走ってて思うんですけど、何あれ、
自由の女神みたいな。いいよねここ。いやこういうね、こう景色のいいところを海外旅行とか行ってみたいわ。全然マリオカートと関係ないことを話していくという。ということで今回ちょっとやっぱ差がありますね。アイテムを取ってはいくが、うん、11位見えないね。さあキノコキノコキノコ使っていくが、危ない列車。いやいないな。ちょっと不安になってきた。いやこっからが見せ所です。割と一人見えちゃうので、ね、暗号で固まってるんで、アイテムに頼っていきつつ、11位、ああれ一人抜かしてるね。さあとりあえず11位だ。ただファイナルラップ、ああまずい、これまずいね。ちょっと焦りが見える宮野はファイナルラップまでまさかの11位。ちょっと待って、これやばいな。ちょっとさすがに下手くそすぎる。コインは一応10個取っているもののやばい。ああこれいらないな。これどうすればいいの。10位、まずい、やばい、トップ3も狙えないかも。列車は破壊させてください。そこはちょっと貫くわ。あーまずい、うわやばい、これなんだこれ。えこれどうしたミヤノ。8位、いやとりあえずトップ3には入りたいが、あれおかしいな。あなんか1人爆発してたけど、おやおやおや、7位ということで、失敗でございます。結構ショック。そんなこと言ってもね仕方ないんで、3レース目やっていきましょう。ルイージマンションですね。いやまたちょっとこれリベンジしたいね。また、うん、最下位からの1位、もう少しあの実力をね取り戻してから、ブランク取り戻してからね、もう一回この挑戦させてください。ちょっと悔しいね。とりあえず待ちましょう。てか思ったけど、あの後ろでハンマー、でっかいハンマー振りかざしてるやつね、大変そうだね。ってことで今回も1位は違う、最後抜かしましたね。かわいい女の子ピノピオが。さあ3レース目やっていきましょう。とりあえずお前をボコりたいところだったが当たらず。いやもうちょっと精神的ショックが来てる。いや7位ですからね。最悪トップ3は狙えると思ったんですけど、7位だからね、やっちまったよね。なんだ切り替えてね、ここは1位取っていきたい。いやもういけるから今回は。ここと次のレース1位取れば、さっきのことは帳消しにしようかなとか適当なことを抜かそうとしたらバチ当たりましたね。いやー痛い、痛すぎる。思いっきりハンマー食らったからね。あーショートカットも全然できてない。いやこれが本当にマリオカート自信ありますって言った男のプレイなのか、ただアイテムに頼ってるだけのプレイになっている今のところ。キラー使って巻き返していくが、いやもうキラーしか出ないわ。てかさあということで、ああ11位とりあえず見えましたね。起こしていく。ただすでにファイナルラップ、こっから巻き返していくにはトゲゾウを使うこと、ただそれだけのこと。あーあと後ろからキラーが来ている。これを通して、いやでもファイナルラップ残り11人抜かすのは結構きついが、果たしてどうなるのか。やっぱでもそう簡単じゃないですね、思ってた以上に。まあ多少難しいだろうなと思ったんですけど、あの12位から最下位から1位取るの想像以上にむずい。これはまあもう少しちょっと実力取り戻したらできると思いたいが、言い訳ですね。あーってことで最後6位と。いやお前どうした、全然ダメじゃん。全体順位も良いですからね、普通に良い。さあファイナルラップやっていきましょう。ファイナルレースですね。頼むよ、ここで1位取れば帳消しみたいなところあるから。さあ行ってらっしゃい。とりあえず待ちます。今回はあのブランクがある状態でね、最下位からやったらどうなるのかっていう、まあ、目安としてね、もう取っていくしかないね。こうなったらまたリベンジしたいね。だからリベンジするときには超えていきたい。さあこれここで見えるけど滝登ってますね。滝下ってますね。うん。画面奥、うん。さあ、そろそろ後ろ確認していきましょう。ああ、来たね。あは赤コーラ食らってる。誰が来るか、誰が来るか。ああ、結局お前か。今回は当たらないのね。さあ、抜かしていきましょう。ファイナルレース。でも今回こそはね、もう終わりと最初、良ければ全て良しみたいなところあるから。そんなことわざはないけど。ちょっと終わり良ければ全て良しってことで、最後1位取りましょう。ここ大事、ここ大事。オッケー。
さあ滝を登りつつ次下っていく、緊急のも出ていく。とりあえずここね大事にいきたい。落ちる可能性もあるんでね。ちょっと重い重い重すぎる。いやー PC 重い。いやそれは言い訳っちゃ言い訳だけど、ちょっとカクついてますね。さあセカンドラップ、多分1位集団はそろそろファイナルラップ入る頃じゃないかな、わかんないけど、とりあえずここでも巻きたい人置きたいが、ちょっと厳しそう。だいぶ重いな。いやこの重さこそ逆境を跳ね返す男宮野は、このね重さにも勝ちます。今回最後こそは、最後は絶対に1位を取る、そう決めた。取っていきたい。うわはは、きつ。それはアイテム取る前にしてくれよ。いやアイテム取ってからのサンダーは痛い。それは痛すぎる。最下位にとってのアイテムなしは結構ねでかいよ。キノコ取りたかった。いやー最悪、待って落ちそう。こっからとりあえず1位目指したいが、とりあえず10位。いやー9位見えねえな。結構差開いてんな、10位と9位。あとキラー来てますね。気をつけたい。まずいね、これまずいね、非常にまずい、非常にまずい。あーでも2人いるね。とりあえず5位圏内。いや結構いる、ここに頼む。キンキの来た、8位か。いや最後1人抜かしたい。んーオッケー、6位か。ってことで終わってみれば35点。やっぱトップ3高いですね。トップ3と10ポイント以上差ついてますね。なるほど、表彰台上がれずと。いやーてことで今回最下位から1位を目指すという企画やっていきましたが、まあ、ブランクあった宮野あの挑戦は良いという結果でしたね。シュールこのリプレイ。いってらっしゃいっていう見守る温かい目ね。いやーでもやっぱ思ってた以上にきつかったですね、最下位からの1位目指すの。あたかもこの映像だとね僕が1位になったみたいになってますけど、まあ良いという結果でしたね。はい、ってことで今回は最下位から1位を目指すという企画でしたが、これまたリベンジします。まあ、今後もねまたこういった企画だったりだとか、あとレートの方をねやっていこうかなと思ってますんで、ぜひね今後もマリオカート実況、見てもらえればなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の、マリオカート8デラックス実況、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。